唐菓子店で買ってきた靴はこちらになります。まずはこのアクサ4種類セットです。黄色はかわいい、かわいい、めちゃくちゃかわいいです。これカフェの時に一回開いてみたんですけど、めちゃくちゃかわいいです。カフェに持っていくめっちゃ便利です。あとパンフレットです。いつもパンフレットを買います。中身は見せれないんですけど、1個だけを見せたいです。富樫先生はたまに竹内先生、セーラームーンの作者、の紙を使ってます。なのでパネルの上にたまに竹内先生の名前を書いてます。かわいいです。